久保さん、今回あの、ヨハン・ウォルヴォー・ガング・ウォーメン・ゲーテ。長えな <laughs>。この人の財布が軽ければ心は重いと。これにしましょうか。財布が軽ければ心は重いと。実にシンプルにお金と人の身長を表していますと。財布は重く、心は軽くありたいものですと。逆を言うとね、財布は重く、心は軽くありたいものですと。 これ、まあ、すごくシンプルで、まあ、まとえてるな、っていうところですね。要は、財布、なんだろうな、例えば、うん久保さんもい、一時期ね、あの、嘆いてましたけど、売り上げが上がれば上がるほど、税金が、ああ、税金が、みたいなね。税金が、って昔僕も会社でね、消費税こ700万か、みたいなね。消費税700万ですか、みたいな。 ね。そうい。一回その消費税はすごく記憶に残ってますよね。請求来た時 <laughs> うん。だからこれはね、非常に、あのー、僕は経験してるので、うん。久保さんも経験してると思いますけど。う。うん。だまあ、なんだろうな。世の中の言葉って、なんか、うーん。 財布も軽くて心も軽いみたいな、なんかそっち系が多いじゃないですか。いや、お金じゃないよと。うん。大事なのは、なんだ気、なんだ愛だよとかね。なんかそ,そっち系の言葉が結構多いのかなとは思うんですけど。うん。だからこれはまあ、利根川の言葉をちょっと横に伸ばした感じですよね。金は命より重いみたいなやつを。 あのちょっと横展開した感じかなとは思うんですけど、うん、やっぱねあのまあ僕もねあのお金稼げるようになって思ったのがお金がないとねやっぱ精神的にきついっすよ本当にうん昔僕があの貯金通帳にな,なんか100円以下の時があったんですよ その時はどういう状況かっていうと、まあ、ニートで、ニートで、なんだ。全部、あの、使い果たして。で、まあ、実家暮らしだったんだよね。飯は食えるし、家賃ないんだけども、自分のお金、手元ゼロなんですよね。で、貯金通帳、それぐらい100円以下だし。なんかね、公園に座ってね、公園に座ってぼーっとしてましたね。うん。 何もできないんですよ。自動販売機でジュースも買えないんですよ。だからその時に本当にお金がないと何もできないっていう恐怖をね、感じましたね。何もできなくはないかもしれないんだけど、要はその、なんですかね。うーん。本当に、ジュースも、自動販売機でジュースも買えないっていう状況まで追い込まれると、あ、本当にお金ってこれ、お金がない、ないの極限じゃないですか。 ジュースも買えませんと。自動販売機で 100, 100, 円100円ちょっとのジュースも買えないっていうのは結構まあ極限だと思うんですよね。でそうなった時にお金のありがたみだったりとかお金がないとしんどいんだなっていうのが究極に僕は体感したことがありますね。でしかもなんか夢も希望もないというかまあねニートしてるし就職なんかまあその時は あの就職活動したくないみたいな、なんか社,社会が怖いというか、なんかそんな感じだったんで、でも実家にずっといると居場所がないと、で居場所がないから外出るんだけど、外出ても何もお金ないから、公園でぼーっとするっていう <laughs>、重いっすね、めちゃくちゃ重かったっすね、うん、そう。うん まあそういう人生の中でそういう経験も一度したことがあるんで、うん。まああとまあね、借金も返しましたけど、借金がある時もしんどかったし。うん、今もね、まあお金をずっと稼ぐためにね、まあセールスとかいろいろしてるんだけども、まあなんかお金は血液だなと思いますね、うん。お金がなければその精神的な、まあ血液っていうのは血なんだけども、 うん、精神っていう血が循環しない。お金がないと。全くないと、うん。でも、すげえ、それがすげえ大事な。血液って大事じゃないですか。心臓は血、心臓がガクガク動いて、ね、バクバク動いて、血液をこう、こう循環してこう動かしてると思うんですけど、なんだろうな。それが動かなくなったら死ぬわけじゃないですか。うん。だからお金がないっていうのは精神的にも死んでいくっていうか、 れかこのあのなんだ車で運転してる時に僕はあの貧困のねなんかアメ,アメプラあのそのドキュメントみたいななんかテーマの貧困問題みたいなのもかなり聞いてたんですよで竹山さんだってかな竹山さんがなんか借金の時のなんか言ってたのがちょっと印象深くてまあ自分も借金あったとあ奨学金か奨学金のテーマだったんですけど その奨学金が払えねえみたいなね。で、その自己破産していく人がすげえ出てきてると。で、高山、竹山さんは自分でなんか借金したらしいんだけども、やっぱね、借金があると、なんか、なんか盗んでやろうとかね、強盗しようとかね、なんかそういう精神状態になっちゃうから、うーん、借金がある人のその気持ちがわかると。自分もなんかそういう時はそういう感じになっちゃうから、うーん、で、なんかその、 奨、えー、学金に関しては、あのー、なんか、ね、まあ僕は見てないですけど、ネ,ネット上かなんかで、うーん、いやそれは義務だろうとかい、改正をとか、なんか、批判的というかね、なんか、なんだろうな、うん、なんかそういうのがあるらしいんですけど、竹,竹山さんがそこで、たぶんそれを、 なんか、その、奨学金を返せない人たちのことをなんか、批判的に言う人それは多分ね、借金、なんだ、みんな返そうとは思ってるんだけど、その、返すのがしんどいと。別にその、別に、トンザラしようと思ってるわけじゃなくて、返すと。ね、借りたものだから返そうとしてるんだけども、その、苦しんでいると。で、多分それを言ってる人たちっていうのは、借金に一度も苦しんだことはないんじゃないかみたいなことを言ってて、 まあ多分そうだろうなっていう <laughs>。やっぱね、そういう経験がないと分かんないですよね。うん。だから奨学金のその話でも結局その高校生とか、その社会人に出てお金をこう稼いでいくっていう経験がない中で金を借りるっていうのは、うーん。なんだ。そこでイメージしろっつっても、 そのイメージでできないんですよね毎月いくら返済していくっていういくら稼いでいくら返済していくそれは社会人として手取りでもらって実際にそのもらったお金からやりくりしていく自分で名刺食って生活していくっていう経験がない今まで、えー、仕送りをもらったりとか、えー、親の下でこう育ってきて自分で生計を立てるってことはないからうんだから,そこだからそこでなんかいろいろ話してましたね。 うん、経験がないけどもないのに考えるのは難しいですよねいろ、うん、んな経験してきてよかったなと思います本当に特にお金に関してはねまあずっと商品も僕はお金に関しての商品を扱ってますんでまあずっとお金の悩みも <laughs> お客さんからいただくんで <laughs> うんまあ本当にここはもう大事だなと思いますね だよ逆に言うと、その一番大事なね、生きていく上で一番大事な金っていうテーマをね、僕はコンテンツにこう扱えたっていう、扱ってるっていうのが良かったなと思いますね。うん。まあこれからもずっとお金に関してのテーマをね、扱っていくと思いますけど。うん。ただね、まあ最近はちょっと疲れてきましたけどね。うん。さすがに。うん。まあ久保さんも言ってますけど、まあテンプレートなんで。 基本的に <laughs> お金に関しての悩みのはほ,ほぼテンプレートまあ全部の悩みもテンプレート化できるとは思うんですけどあんま変わんないですからねだけどやらないっていう悩ん,で悩んでんだけどやらないっていうね <laughs> こんなん,なんすかねっていう <laughs>。 いっ,っしゃい